ひどい痩せだな。あなたはもう私たちの仲間なの。いや、僕は自分の望んだことじゃないか。違う。どうも適合が悪いようだ。誰か助けてくれ。逃げても無駄なのに。町では人が突如ミイラ化して変質するという奇怪な事件が相次いでいた。俺と K はエージェント S と共に捜査に当たるよう指令を受けた。どうしたんだそんな深刻な顔して。お前さ、エージェント S と組んだことあるか。いや。いいか、俺の耳にしたところじゃ S ってのはエージェントの中でも過激かつ最強の武闘派って噂なんだよ。嘘。だいたい S っていうコードネームからしてめちゃくちゃヤバそうじゃねえか。でも M よりマシじゃねえか。微妙なとこだな。お待たせいたしました。コーヒーとデラックスプリンでございます。ごゆっくりどうぞ。俺の予想としては S はズバリモヒカン狩りだ。でこの辺からサメのタトゥーかなんかこう来てて、こっちからは竜が。誰がモヒカンですって。あん時の S は潜入捜査を専門とするアンダーカバーだった。被害者たちのクレジットデータよ。ミイラ化して変死した被害者は全員シャイナー05を購入してる。一体何なんだよこのシャイナー05ってのは。シャイナー05は最近巷で大評判のケミメディックの一つよ。あの医療的効果を持つ機能性化学食品ってやつ。ああ、視力を回復させるものや軽度の認知症を治すものがすでに市販されてる。シャイナー05は3ヶ月前生命科学企業ナノサイバティック社が独自に開発したケミメディック製品で、脳の活動分野を飛躍的に拡大させるという効能を謳ってる。味がないから溶かしたものを氷にして飲み物に入れることもできる。シャイナー05は通販限定の製品でね、発売と同時に大人気で今じゃ入荷は2ヶ月待ちよ。けど脳の活動分野を拡大するって実際どうなるんだ。シャイナー05を使った人間を洗えば分かるわ。驚いたことにシャイナー05の使用後、平凡な大学生が突然画期的な経済論文を発表し、気弱な会社員が敏腕のヘッジファンドマネージャーに、普通の主婦が指折りのデイトレーダーに、膨大な使用者の大半が桁違いの成功を手にしていた。あなたの人生のより良きパートナーでありたい。私どもナノサイバテック社が開発したシャイナー05はあなたの潜在能力を引き出し人生を成功へと導くケミメディックです。何かあるな。そのようね。これがデウス司令部が入手したシャイナー05のサンプルだ。ラボの分析によるとコリンやテルペンのような一般的な成分で構成されていて、今のところ異常は見られないそうだ。どういうことだ。シャイナー05は人間の体内に入って初めて特別な反応を起こすのかもしれない。つまり飲まなきゃわからない。これは俺が預かっとく。ご自由に。どんだけチョコ食えば気が済むんだよ。なんだよ。
ラックスプリンくん。いいだろ別に、プリン好きなんだから。ナノサイバーテック社を内定するなら S にも知らせた方がいいんじゃない。いい、あいつがいると調子が狂う。行くぞ。敵の総本山だ。見たところまともだな。ああ秘書の山内です。お電話をいただいた雑誌の取材の方ですね。ええ、よろしくお願いします。こちらへどうぞ。どうも、社長の田崎でございます。よろしくお願いします。シャイナー05の人気の秘密をお知りになりたいとか。ええ、シャイナー05の人気の秘密と問題点ね。問題点ですか。人間が突然ミイラ化して変質するとか。生命科学企業ナノサイバーテック社はお客様に健康でより良い人生を提供することを企業理念としております。まあまずミイラとは無縁でしょうね。失礼します。お茶でもどうぞ。どうぞどうぞ。どうかしましたか。すいません、彼は猫舌のもので。大丈夫かよ。お待たせしました。社長の田崎と秘書の山根、二人はエイリアンよ。しかもかなり昔から地球に潜入してる。昔からってどうして分かるんだ。 OL にお茶を汲ませるのよ。これはかなり古い地球人擬態マニュアルを使っているからに違いないわ。地球人に擬態マニュアルってあんのかい。そんなもんなけりゃどうやって地球人に擬態するの。だから人間の行動を見て真似をしたり。お猿ね。あ、つまり確信をつかむまで話すつもりはないだろう。半端な情報は危険を招き被害を拡大する。鉄則よ。確信をつかんだら命に変えても知らせるわ。いいわね、お猿。まもなく時が満ちる。ひとたび我らがボディに結集しさえすれば地球はたちまち我らのものとなる。シャイナー05はね、社長自らが動かしてるプロジェクトでね。社員だって詳しいこと分かんないんだな。秘書の山根さんは。あの人は別よ。社長秘書だもん。
今朝から男2人で海外出張だって。君どうしたの？あのメール便です。ありがとう。そのカゴに入れといて。私もシャイナー05を飲んだら仕事が早くなるかな。これだから新人は無理無理。勤続10年の社員でも手に入らないんだから。ジン、ナノサイバーテック社の地下から低周波が出てる。課長域よりはるかに低い超低周波だ。サイクルに変調パターンがある。この超低周波を発しているのは生物なんじゃ。そうか、奴らの仲間か。人間のボディというのは脆いものだな。お前パラサイトか。我々は人間の脳に寄生している。今お前が撃てばこの私という人間、つまりホストが死ぬことになる。オフィスの人間を外へ退避させて。すぐに信じるんだから。お前たちみんな仲間になりましょう。もうすぐ地下室で私たちのボディが完成するわ。逃がしてたまるか。何をしてる？僕シャイナー05が欲しくて探してたら会社の育ちなんか普通じゃなくなって。おい、こっちだ。立て。よせ。潜入中にこっちから連絡を取ることはアンダーカバーを危険にさらすことになる。分かってるよ。けど S の情報を受けてから突入する。それがデウスの指令だ。どこ行った？こっちから寄せ。誰もいなくなったらこの階の非常扉から逃げろ。外に二人組の男がいるからこの面も渡せ。はい。こんなところに隠れて何の小細工のつもりや。部屋を調べろ。その必要はないわ。これからどうしようか考えたんだけど。誰だって優秀になりたいじゃない。正しい選択だな。パラサイテッドオール全員が規制されている。ホストは撃てない。ターゲットは地下3階。おい、コード13点。万一の時はアンダーカバーを射殺せよ。
サンプルがない。あいつまさか。挨拶代わりに銃を捨ててもらおうか。フェジネラのオリジナルボディは地球環境に適応しなかった。だがボディを捨て人間に寄生したフェジネラを、お前たち人間どもはここまでに増やしてくれたのだ。人間が？フェジネラは一つの生命体であり、細胞分裂を繰り返しながら自己増殖する本能しか持たなかった。どういうことだ？人間は市場や領土を拡張し周囲を征服したいという欲望を常に持っている。人間の文明は太古から欲望に根ざす地の力によって出来上がってきたと言っていい。そしてその人間の脳こそが我々ペジネラの増殖本能をこの社会で効率的、経済的に発揮するシステムを作り上げてくれたのだ。それがシャイナー05。実際、能力が飛躍的に向上したことにより、ほとんどの人間がペジネラに同調、そして適合した。もちろん稀に適合を拒む者もいたが、それらは処罰した。処罰？ほら、君が昨日言ってたミイラ化した死体のことだよ。ひどい汗だな。お前も処罰されるのだ。け！無駄なことだ。ペジネラよ、今こそここに結集するのだ。シャイナー05は残らず回収、破棄され、ペジネラが抜け出たことでパラサイトされていた人間たちも元に戻った。
人を除いて。どうした、まだ具合悪いのか。あのボディが現れた時、私の体からペジネラは出ていかなかった。え、私の体にはまだペジネラがいる。ああ、あのサンプルは俺がすり替えといた。え、でも S はあの時本当に調子が悪くなって。あれはボディが発した超低周波の影響と本人の思い込みだろ。あとはチョコの食べ過ぎじゃないか。チョコ、何、俺ギャラリーな。なんでだよ。ケンタウリ星系のエイリアンであることが確認されたわ。亡命、すでに地球人の生活に溶け込んでいる。私はオリファムを求めて地球にやってきたのです。オリファムは私たちの守り神、全てと言っていいでしょう。